はい、皆さん、こんにちは。テラメスです。本日はね、アップデートが来たということで、アップデートでね、実質強化された記録画論を使っていこうと思います。デコじゃなくて無印で。なんで強化されたのかっていうと、H3 が220ポイントに、210ポイントから上がったんで、そのアーマー枠で、結構ポイントに差がね、また開いたんで、その面で見たら、実質96強化だし、なんか96で傘に対してのダメージがアップしたっていうなんかアブでも入ったんで、結構追い風かなーってことで。ギアはね、こんな感じで、安全 1.1 結構いいらしいんで積んで、安全の枠ステージャンとかもちょっと考えてますね。で、メイン性の1.3は、1.3積むと70ダメージが出るんで、なんかボム爆風30とか味方の、で、それを一発で倒せるんで、1.3積んでます。で、あとスプリンクラーが強化されたんで、ちょっとね、それをね、ちょっと見ていきましょう。はい。っていうわけでね、スプリンクラーが2.5倍なんかでかくなったみたいな、アップデがね、入ったんですよ。これ結構さ、なんかスプリンクラーの、こんなんあんま意味ないやろって思ってたけど、結構でかいからちょっとビビるよね、これ。これもあるから、追い風じゃね、96。で、壁もみたいな。強そう。というわけでね、本日は96の動画です。では試合にどうぞ。はい、マッチングいたしました。アジフライのガチエリアとパワーは2530と、アジフライのエリアは、96無印結構強いと思うんで、一応ステージを選んできました。アジフライは天井スプリンクラーが結構強い。初動を割と無理せず行こうかな。アーマー枠なんで、H3 と白方とかでも一緒の枠というか、これフルでしょ。はい、OK。 空読めてると。ランス悪すぎやろ。これやれないかな。ダイヤモンド来そうじゃね。で、これは、いや、今の一発で倒すのは強いな。やっぱ威力が上がるって偉大だわ。足場ちょっと踏んでれば一発で倒せるから、いいね、メイン性の。あれも回すけど、これは結果論だな。あの方やられちゃったんだけど、合わせるか。これ3落ち入ったし、ってるから、ワンシャーマン入ってうざいわ。それいや、2押入ってるからうざいけど、たまにそうだけど、アーマーの回転率は結構あるんだよな。H3 よりも回るんじゃないかな、アーケードのおかげで。ただちょっと、白傘に勝てるのかなっていう感じはある。アーマー枠として。割れんの早っ。めっちゃ強くね。さあ、簡単に割れるやん。これ無理やりいけそう。スプスピと、オッケー。スプスピスパが96だから、96はまあまあだけど、スプスピスパがいたら塗り勝てるか。H3 には勝ってるのかな。
さ、今 H3 は結構きついと思うんですよね、アーマー枠で。さすがに、マニコラとかも確か220ポイントとかになって、そこからもうだいぶきつくなったから、H3 も220ポイントは結構濡れるって言っても、遠い気がする。溜まるまで。はい、マッチングいたしました。アジフライのガチエリアと。パワーは2590だったよな。その終わって自陣ね、スプリンクラーを投げると。スプリンクラー強いんかな、まあ、動画で結構使ってるけど、動画ってか動画撮ってるんで、結構でかいけど、どうなんだろうな、この武器は。いや正直こういうの動画であんま言うのはあれかもしんないけど、正直結構めちゃ俺強いと思ってたんだけど、前日どれぐらい強いかと思ったかっていうと、もう結構もう、ね、寝れなくなるぐらい結構記録楽しみにしてたんだけど、強化でしかもなしてたんだけど、楽しみにしてたんだよ、寝れなくなるぐらいだったのに、あんまり強くない説がちょっと出てる、僕の中で。理由としては、てか強くないわけではないんだけど、白カサでいいってなりそうなのが、もうって感じなんだよな。僕普段結構白カサと組んでるんだけど、白カサ普通に強くて、H3 には勝ててるかもしれないけど、白カサには多分勝てないと思うんだよな、今の段階ではまだ。っていうのがね、難しいところ。どうなんだろう。弱くはない。全然。うまい、それは。それはうまいわ、君だ。こっちよく構成見たらめっちゃ弱くね、構成。フラフラスクイープ、いや、味方強か。おぉ。まあ、一発でやれないのか。ただ対抗戦とかね、なってくるとまた変わるのかな。まあこれから96、まあ研究していこうと思うんですけど、まあじゃあなんで研究してないのに動画上げたんだよっていう人もいると思うんですけど、まあ、やっぱりアップデート来たらやっぱさ、 YouTuber たるものやっぱ上げたいじゃん、そういうね、まあ、ね、なんでね、まあ、ちょっとどうまだ 100% は理解しないんですけども、まあ、本日はねこの動画を上げてしまいました。全然試合内容に触れてません。あ、1枚やった！いやー、最後のハイカスの1枚あれが効いたな、今のは。いやー、やっぱテラメス選手うまいな。あ、ね、まあ、アップデート動画みたいな感じなんだよね。ちょっと雑談が多めでも許していただきたいですね。皆様には。はい、マッチングいたしました。ムツゴロウのガチエリアと。ちょっとね、ルールってかあれが変わったんで、ちょっとね、まあ、時間を置いてからというか、まあね、違うエリアです。さっきまでアマビとアジフライのあれあったんでね、動画のあれが。ちょっと変わっているので、ご了承くださいと。まあ、すごい終わらないけど。いや、この辺は X2 人いるのか。でも、アクスって言われちゃったよ。X って結構もう終わったよな。今回のアップデで。俺そう思ってるんだけど。そんなことないっすかね。確か30ポイント塗り、なんかメイン効率が、確か 3.3 積んだらアップデ前の 1.3 みたいな。めっちゃきついよね。それで爆風範囲、なんかダメージのあれも減らされたみたいな。
危ない。まあ、スクスロ弱体だとか個人的に嬉しいな。てか、スクスロがなんか前線武器キラーみたいな。まあ、ケルデコは割と倒せるんだけど、なんか、マニ使いがなんか本当選択肢きついきついみたいな。で、なんか前線武器の選択肢が、選択機が基本みたいになってたから、まあ、それが変わっていろんな、なんだろう、クワッドマニとか、そういうのが出るのかな、まあ、環境に増えてくるのかなって考えると、まあ、いいよねっていう感じがしますね。96のこと全然話してない。いや、でも確かさっき、多分前の試合で多分話してたはず。俺の記憶が正しければ。弱くはないけど、H さんに当たってるかもしんないけど、白笠の壁が結構熱いね。っていう感じっすわ。まあ、っていうわけでね、まあ、本日の動画は終わっていこうかなと思います。では皆様、次回の動画で会いましょう。まあ、よかったらね、チャンネル登録と高評価ね、お願いします。では、バイビー。